Just drop it. いや俺からどっち面どっち面生活面かサッカー面か。じゃあどうしよう、両方両何でもいいよ、どっちもいい、うん、まあなんだろう、まあでも同期がこの7人いるっていうのはなんだろう、すごく気持ち的に楽です。あー確かにね、それはでかいね、確かに間違いない。去年俺だって一人やったからさ、もうめっちゃ寂しかったよ。俺は、まあ、同期多いってのもいいし、まあ、チーム人数多いんでみんな仲良くされてるんで、すごい楽しく生活できていいかなと思います。一緒やん、らしくない、らしくない、らしくない、全然難しいよね、質問が。いや、あげてこい、ふざけんの、ふざけんの早いね、これ。じゃあ2個飛ばして、不稽古や。え飛ばすな、飛ばすな、ここ飛ばすな。やっぱり小中高と一緒にやってた、まあ、杉森選手と再びサッカーできたっていうのが嬉しいな。サッカーまだやってへんやん。まだやってへんやん。ずっとアイシングしてるだけやん。まあそんなとこですね。そんなとこですね。じゃあ飛ばされた俺ら。まあお前そうだった地元やし、まあ慣れ親しんだチームなんで非常に、はい、楽しくサッカーします。地元のスターやからな。ああ、そっか。いやいや、全然いいか。言った方がいいじゃん。なんで今お前そんな。じゃあ次、付き合うでしょ。まあ大学4年間シティボーイやってて、まあ、徳島。シティボーイまあ東京の、まあ、自分で言っちゃう。シティボーイしてたから、まあ、のどかでいいなと思いますね、徳島は。今ちょっと徳島バカにしてない、してる、ちょっと良くないな、してないねんな、分かってないな、カットだね、カット、分かってないな、阿部もちょっとバカにしてた、絶対こっちの方がいいな、俺嫌なのがノリキに近いことだな、ノリキのせい、やった方がいいじゃん、一回自己紹介しようやん、一回自己紹介しよう、一人ずつ、自己一人ずつ、あ、ちょっと、なんか慣れてんやん、ちょっと PR ちょうだい、みんなやん、みんな自己紹介、見てる人にさ、やっぱノリキっていう選手みんな知ってもらってへんやん、自己紹介、名前紹介ちょうだいよ、名前だけ、じゃあカメラに向かって、名前だけ言おう、じゃ今これカメラあるからちょっと、カメラで名前だけ、まあ徳島ブルースに今シーズン加入しました、ふけ、ノリキ、ノリキ、ノリキ。結構好き、俺がノリキに一つ物をしたいんですけど、もう買い物が下手すぎる。買い物が下手すぎる。カズと俺の部屋に来て見て、あ、これええな。全部俺と一緒だ。パックリよ、部屋一緒よ、物あるベッドの値段ちょっとみんなに教えたって。ベッドの値段、ベッドの値段40万やばいよ、マットレスだけやん、だってで、40万で寝たらどうだったの、欲しいやばいって。じゃあちょっと杉森選手に、お、ホームの妄想かな、おお、もうなんかちょうだいよ、まあ、やっぱちょっと高校から付き合ってる人と結婚して、お、まあ、僕らとちょっと遊ぼうって言ってもやっぱ奥さん優先で全然遊んでくれなくなったっていうのがなあ、ガキ、じゃあ寂しいね、寂しい、それはそれはそこのとこどうよ、それはそうや
もう全然おかしい。そんなことどうよ。俺らの見てる景色が違うからね、既婚者とな。そうだね。既婚者なんで、じゃあ既婚者はどんな感じか聞きたい。やっぱ結婚してやっぱ変わったこと、やっぱいいことと、やっぱ、ね、ちょっとここは不自由になったな、あ、ちょっと言い方悪いけど、まあそれちょっと聞いていきたいな。良くなったこと聞こえよ。良くなったこと、やっぱり、ご飯作ってくれたり、あ、栄養バランスね。家のこと、何でもやっぱりサッカーの不自由なくできるっていうのはすごくありがたい。いいことしかない。いいことしかない。楽しいです。いや、嫁の株上げてんな。ダダスカスカスカダダスカスカダダスカスカラブ注入。次のテーマはやっぱ大学生活ね。俺は過ごしてないやん。やっぱ大学生はどういう生活過ごしてたんかなってやっぱ気になるから、ちょっと聞いていきたいな。イメージしかないもん。やっぱ俺らの中でやっぱ華やかなイメージやから、サッカーとか部活入ってへんやつらがそんな感じや。じゃあ部活生はどうなの？部活生は朝、まあ、7時半とかに来て、まあ、俺は1時間ちょっとの大学やったからそこまで行って、一限っていう、まあ、9時からの授業を受けて、まあ、2時半ぐらいまでやって、そこからまた移動して4時半から練習で、6時半で何問かできをずっと繰り返してる。意外と結構もう同じサイクルみたいな感じじゃない？そうやね、高校と一緒みたいな。そうそうそう。でも 3,4 年になったら自分でコマ数とか選んで取れるから、最後の方は楽になって、まあ朝、まあ、12時まで寝て、4時までちょっと暇して練習とかってやつも全然おった。あ、なるほどね。そんな感じ。大学はじゃなんか大学でちょっとなんかめっちゃおもろいエピソードとかない？多分ここら辺2人持ってると思うから。ちょっとなんか聞きたいな。中央とね、多分中央と反乱は結構そういうイメージがあるから。中央と反乱ね。大学生はまあ原付乗りがちっていうやっぱ原付乗ってた。雨の原付の日のな、危なさ。止まれの、あの白文字で滑るから。危ない、あれよ。あれやっぱ危ない、止まれ。文字で上でね。でもまあ原付は大好きやったから、まあ、ピザハットのドライバーのあのバイトにしとったし、もう原付愛がすごいっていう。いや今は乗ってへんやろ。いや乗ってないよ。よかったよかった。面白いやつないけどね。ある？作りましてもええぞ。作りましてもええぞ。僕らからしたら大学は遊んで飲んで楽しむっていうイメージがやっぱ強いから。全然そんなことないで。飲み会のゲームとかなんかおもろいない？それはもう柿田さんが一番知ってる。ホール担当の。ホール担当の柿田。ホール担当だ。ホール担当。飲み会とかするの？ちょっと待って、やっぱプロサッカー選手の方がモテるからね。お前ゲームしようや。せっかくやし、このちょうど。じゃノリキーのその大学ゲームしたいね。何して俺それはちょっとわからん、本当に。じゃあもうこ無難な古今東西からちょっとやっていくわ。古今東西、古今東西ってみんなやったことあるやん、絶対。じゃあ、じゃあ2回負けた人がちょっと一発ギャグで。やめよう、緊張感高まるわ。ちょ、一発ギャグ無理。こんなに集中するもんね、無理ないじゃん。やっていこうや、ここの存在。今もあるよ。あ、そらね、そらね、そらね。サッカー系で一発目。サッカー系で一発目よ。あー、いいや。J、全部。全部はもう。じゃあ、J1 だけでいく。J1 だけで。むずくね、むずくね。むずくね。じゃあ俺からでいい。俺からでいい。3時間。J2 でもいいよ。だって J1 だったらね、2週ちょいで終わりで。まあ、終わるか。いや、そんぐらい。まあ、そんぐらいで。いや、多分俺がじゃあ俺からでいい。いやー、古今東西。イエーイ！清掃大阪。グランパス。ガッシーは。エスパルス。ガンバ大阪。サガントス。サムレッチ広島。コンサドーレ。マリノス。浦和レッズ。レイソル。フロンターレ。コンサドーレ。いい気がしたナイキー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 ナイ
さすが自称ガンちゃん。やりたがりみたいな。やりたいの。やりたがりやな、自称ガンちゃん。自称ガンちゃんって言ってます。かぶったの誰？俺俺俺俺じゃあ一匹ずつえ一匹ずつ一匹ずつじゃんなんでちょっと負けからちょっとお題じゃあ決めてよ。どうしよう都道府県。あーいや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 バカバレんぜ半杯大丈夫徳島県北海道はいいやダメ結局ウィンしてもうてるやんはいありがとうあのお題異性に言われて嬉しいそれです18バンされるぞ徳島ポリスバン